今日は在籍8年目鉄壁のゴールキーパー岡西康介選手を春キャベツ料理で応援します。最近とても嬉しいことがあったそうですが、娘がいるんですけど1歳ちょっとの、練習終わってこう玄関開けるとこう両手バーって広げて僕のとこまで走ってきてくれて、それがちょっと毎日の楽しみですね。ちょっと俺に似て眉毛がつながりかけてる靴磨きですね、はい、もう最高っす。革靴を磨いてピカピカになるのがたまらんっす。チームメイトからも依頼されてるよね。はい。自分のスパイクは見当たりですか？自分のスパイクは、主務の鶴田さんにお願いします。最近何か資格を取ったそうですね。スポーツフードマイスターって資格と、アスリート栄養食インストラクターっていう資格取りました。スポーツやってる、子どもたちとかに向けてトレーニングした後にどういう栄養素取った方がいいとか、試合前はどういうものを食べた方がいいとか、教えてあげるような資格ですね。岡西選手、靴も自分も磨くのが得意なんですね。はい。若菜先生、この春キャベツ美味しくしてください。はい。春の香り感じる春キャベツとシーフードのガーリック醤油パスタ紹介します。春キャベツの特徴を教えてください先生。はい、春キャベツはまずこの丸さが特徴です。さらにこの葉の巻きが緩めなのも春キャベツの特徴になります。で、巻きが緩いので葉が柔らかく生で食べるのにも適しています。春キャベツって柔らかいんですね。冬キャベツとの調理ポイントの違いってあるんですか？冬の寒玉キャベツは煮込んで甘みが美味しいキャベツです。で、春キャベツは柔らかさが特徴なので、さっと炒めて、食感を残します。春キャベツは食感がポイントなんですね。そして白ワイン、茹で汁、醤油を加え、茹で上がったパスタを具材にしっかりと絡めたら、春の香り感じる春キャベツとシーフードのガーリック醤油パスタの完成です。いただきます。どうぞお召し上がりください。岡西選手、シャッキシャキ春キャベツのお味は？美味しいです。キャベツの食感いいですね。やっぱり僕ガーリックめっちゃ好きなんですよ。春キャベツの、甘みとガーリック醤油の味付けで、すごい食欲が進みます。美味しいです。岡西選手、キャベツの栄養素について教えてください。はい、キャベツは、ビタミン U が豊富で、お肉とかと一緒に食べると、吸収を助けてくれたり、ビタミン C も豊富で免疫力上がります。今の時期大事です。岡西選手さすがです。この春キャベツのようにシャキッと頑張ります。応援よろしくお願いします。